藤の国校長広報課。今日も飲んじゃったな。でも大丈夫、あと一杯、あと一杯だけ。すいません、え？アルコール依存症とは、お酒の飲み方を自分でコントロールできなくなり、大切な家族や仕事、趣味よりもお酒を飲むことを優先させてしまう状態のこと。依存症の人は飲みたいという欲求を抑えることができず、飲み続けてしまいます。その結果、アルコールが切れると手足が震え、不安感やイライラが募り、そんな状態から逃れるためにまたアルコールを飲むという悪循環に陥ってしまうんです。重症化すると幻覚や幻聴が起きたり、痙攣を起こしてしまうことも。依存症は脳の病気です。本人の意思の弱さを責めるのではなく、病院での治療が必要なんです。ただ自分が依存症であることを認められない人が多くて、自ら病院に行こうとはしないため、悪化してしまうケースもあるのよ。もし自分や身近な人がアルコール依存症かなと思ったら、依存症チェックを行ってみてください。厚生労働省がみんなのメンタルヘルスで紹介しているスクリーニングテストがおすすめです。依存症の疑いがある人や周囲に心配な人がいるときは、専門の病院や県の精神保健福祉センターにご相談ください。また県では依存相談会を県内3カ所で毎月定期的に実施しています。相談は無料、経験豊富な専門員が対応します。事前予約制となっていますので、詳しいことは精神保健福祉センターのホームページ、またはお電話でご確認ください。それではフジッピーから今日の一言。お酒の飲み方、おやと思ったら相談を。少しでも気になる場合はお早めにご相談ください。番組からプレゼントのお知らせ。毎月抽選でご覧の商品を3名の方にプレゼント。はがきやメールでご応募くださいね。この番組は静岡県校長広報課がお送りしました。